はい、来ましたね。気まぐれガシャ、ジェントルメン犬パス、パスかい。これなんて読むんだろう。お行、あ行、なんだろうね。おう、はい、じゃあまず争奪戦、ロボニャンにしたんだけど、あー3位か、残念。50ポイントか。ニャンピョン、ニャンピョンはそれがしめちゃくちゃやね。まあちょっと新イベント始まりましたね。早速ちょっとガシャ引いていきたいと思うんですけど、ジェントルメン犬か。中身 SS2.25S13。 あ、やった、キラコマパスあるじゃん、やったね。でもパスってことは 100% ゲットじゃないからね、すごいよね。おお、覚醒エーマだ。なるほど。そんで気まぐれゲート、また旅が出てくんだね。でこいつ、あー、なんかちょっとこれは後で見てみよう。ちょっとで、特殊妖怪がそのジェントルメン犬とア行で、ダメージダウンがこれなんて読むんだろうな。まあいろいろくれんだね。まあガシャいきましょう。今回、まあ今回はちょっと今後のアカウントで10連と、もう違うアカウントで10連の20連行ってみたいと思います。いいね。まあ前回の争奪戦でね、結構赤で、あ、なんだ、トラジロか、すいません。前回の争奪戦良かったよね。おお、雪女合成したからか。よいしょ。おお、ズキキュンだ。あ、そう。いやー、やっぱ一つのイベントでガシャ3回引きたいよね。ガシャ3回引くと嬉しいな。なんか赤、牛耳持ってなかったんだ。あれ、なんか入ってなかった、今。気のせい。あいつは誰？ブルックリーン。なんかあれだね、メリケン妖怪結構出るね。あらあら、もうドキドキしないけど。ゲンマ将軍もなかったんか。こっち、あ、こっちサバカだもんな。最後金、いきなりどうでしょう。うわあ、 S の方出たね。これダメージダウンだよな。
さっき見えてたよね。あれバグか？もう未来を予知してたのかな。さっきこの牛汁を引いた時にもうなんか見えてたよね。なんか赤牛汁持ってなかったんだ。バグだなこれ。あらあら、なんでしょう。パス来た。おお、大九段。ああ、まあまあだったですね。ちょっとバグ見つけちゃいましたけど。はい、じゃあもう10連いきましょうか。お願いします。おー、3個もある。いいね。青できた。おー、たこ焼き、たこ焼き芯。え、これ今回の妖怪。前回から確率低い方を組んだろうな。普通に。あ、パス来た。え、キラコンパスこれ。やったー。うー、まただ。あー、よかったんじゃないですかね。え、これこのパスどっちだ。え、このパスどっちだ。あ、ジェントルメン剣パスじゃん。え、完璧だね、これ。やりましたね、10連。早速ちょっとやってみましょうかね。じゃあ、早速、使っていきましょうか。ジェントルメンパス、ジェントルメリケンレジェンドの間。でも、キラコマの方がなんだ。この格好に興味をお持ちですか。犬と合体してしまいまして。せっかくの出会いです。私にエスコートさせてくれませんか。ジェントルメン犬を使ってください。おお、すごい。もう行ってる人いるね。今夜中の1時ぐらいなのに早いな、みんな。まあ今日夜だしたやろ。絶対
じゃん。壊してねえの。ああ、いった。やりました。前回のパス、前回がひどかったのに、今回は、今回のイベント順調だね。全力で戦わせていただきました。私の誠意、あなたに伝わったでしょうか。いやー、ありがたい。いやー、ありがとう。やりましたね。こんな今までこんないいスタートを切れたことがあるんだろうか。ちょっと見てみましょうか。いや、エマさんじゃない。いやー、その他でもないよ。いや、こんなに順調なの初めてかもな。使用会いきなり一発二体ゲットって感じだね。あ、夏希なんだ。ジェントルメン、ジェントルワン、ジェントルワン、ジェントルワン。いいね。ひたたた前見るね。不気味だよね。やべ、こいつ読めない。こいつ、これダメージカットか。いやー、幸先いいな。じゃあこの調子で、はい、今回のイベント頑張っていきたいと思います。はい、じゃあすいません、どうもご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さよなら。